はい、シンです、本日は日曜日の夜中、終電後の2時58分を回ったところの新宿に来ております。以前ね、歌舞伎町を、ちょろっとね走った動画を載せさせていただいたんですが、本日は、またね違う日、今日は日曜日の夜、新宿はどんな感じの社会の姿をしているんでしょうかっていうのをレックしています。さあ、変わらず黒人さんたちがねたくさんいますよ。日曜日の夜中だけど、明日もうすでにね、暦的には月曜日に切り替わってる時間帯なんですが、人はめちゃめちゃ多いですね。もしかしたら相変わらずの歌舞伎町の姿が見れるんじゃないでしょうか。多くのキャッチと黒人さん、ね、キャッチでもおじさんの人と、若い人といろいろいますよね。さあ、夜遊んでる人たち、そして仕事してる人たち、さあ歌舞伎町のいつもの光景です。お客さんをね、引いてますね。さあ、こっちの方へ行ってみますか。今日はこっちの方はね、どんな感じの姿なんでしょうか。風俗案内所の前に女の子が立っていると。外人さんも飲み屋の兄ちゃんと何やら話してる感じですね。この辺の人たちは、歌舞伎町の町の人たちっていうのも結構いて、ね、さっきももう気づいてる人もいると思うんですが、このね交差点ごとに人が立ってたりするんですよ、ね、そのエリアいろいろ決められたり、実は、ね、人間社会ではしてるんですが、どこどこはどこどこの人がいるよねみたいな、ね、その悪い事務所とかね、そういうことではなくて、飲み屋のね、その俺たちはこの辺でキャッチする、風俗がこの辺でキャッチするみたいなのが結構あったりするんですよ、ね、昔ながらの場所とか。さあ、すごいですね、人がめちゃめちゃいっぱいいます。今ねもうカメラ見切れちゃってるけど、右の方とか若者がめちゃめちゃたむろしてますね。男の子も女の子もで、割とみんな真面目そうな子たちばっかりです。不良っぽくないですね。右側がボーリング場とかなんですが、ここを、車の左に曲がります、ね、この交差点のとこも、ね、あのチャイニーズのお姉さんとかがいますよ。これ、ね、外人もちょろちょろっていますね。バングラディッシュ人がすごく多いです、新宿は。実は中国人の方とバングラディッシュ人は結構多いですね。飲み屋やってますね、夜に。そういう人多いです、飲食が多いです。このね、後ろ側、ボーリング場側の方がアミューズメント施設がまだオープンしてるんで、人がいっぱいいるんですけども、こっちの方はもうね、食べ物屋さんとか、あとちらほら、もう閉まってるんで、店がやってないですね。何もやってないですね。お、酔っ払いカップル。大丈夫かい？女の子が酔っ払っちゃったね。ここね、入れないってね、前コメントが入ったんですけど、実は入れるんですよ。全然入れるんです。まあ、こんな感じですよ。あ、右側におまわりさんが集中して立っていて、誰か若い人がね、喧嘩してたのかな、じゃあね、これは。いっぱいいますね。まあ、あれも歌舞伎町の、たまにある光景ですね。多分飲み屋がぼったくりで客が逃げて、それを捕まえて
おまわり呼ぶぞみたいになってっていう感じですかね。もしかしたら、いや違うかもしれないけど、たまにあるんですよ、思ったよりもすごく高いお店がね。さあ人がね結構いますね、こっちの方だと。これでもだいぶねもう深い時間なんで、パラパラいなくなってたり、しけ込んでたり、あとはみんなビールの中でねお店に入って酒飲んだり、人と喋ったり、カラオケ歌ったり、遊んでますよね、この時間帯。でやっぱり2人組の男の子とか3人組の男の子みたいのがね結構いますね。女の子でナンパされに来てることが全然ちょっとねパッと見分かんないですよ、見当たんないですね。仕事終わりの女の子2人組みたいなのがいるんだけど、なんかナンパしに来た男の子みたいにいっぱいいますね。店の中はね結構いろいろとお店はやってますね、その辺ね、歌舞伎町一番街の看板を越えます。さあこれがね朝の4時半とかあと、5時ぐらいになるとね、また、働いてた人とかね遊んでた人たちがブワーッとね道に出てき始める時間帯なんですね。歌舞伎町の信号です。だから割とね、最後人がブワーって道に出てくる一歩手前の時間帯っていう感じですかね。はい、本日の新宿をリポートしました。また気が向いたら、やってみます。